分かった。十分警戒して臨まなくては。竜の剣士、こいつがしぐれが切れなかったゴムか。この立ち筋は満月流。安心してくれ、兄貴は俺が切ったよ。見事よ、ろくろ。今、ろくろって。ああ、こいつの正体は先代のしぐれ。俺の母親だ。そうか。先代しぐれは女だったのか。母親と知って切ったのですか？なぜ？そういう家系なんだよ。母さんもじいさんを切って、兄貴も母さんを切って、しぐれの名を継いだ。切られて死んだはずの者が、なぜゴーマに？いや、奴は精霊だった。半ばドラゴン化しかかっていたようだがな。では、精霊に転生したということか？しかも人間の記憶を残して。そんな都合のいいことがあるのかの。よほど強い思いを抱えていたか。それとも何でもいいさ。こいつの立ち筋は確かに乱月流。母さんの剣だった。タバサはこのことを知っていたのかな。だとしたらまんまと利用されたわね。一言言わないと気が済まないわ。どうやら因縁の相手を倒せたようね。ああ、やっぱり竜の剣士の正体を知ってたのね。俺たちを石返しに利用したのか。いいえ、二十数年前のあの剣は完全に私たちの負けよ。先代しぐれはね、私たちの奇襲を生まれたばかりの赤ん坊を抱いたまま切り抜けたんですもの。その赤ん坊って、ろくろ？蘭月の剣士は血も涙もない。そう思っていたから驚いて、なぜと聞いてしまったの。あの人は返り血に染まった顔で。でも、とても優しく微笑みながら言ったわ。この子はいつか自分を切って最強の剣士になるかもしれない大切な子。だから守り通すと。そうか。もう名は継がないが、先代の願いは受け取った。いろいろ世話になったな。こちらこそ。長年の気がかりが一つ消えたわ。これでよかったのですか？本当に？先代、母さんは厳しい人でな。俺はずっと叱られてばかりだった。だが、今度のことで初めて褒められた。嬉しかったよ、俺は。ろくろ。それから、しぐれが打ち取れなかった理由もわかった。切れなかったんじゃない。切らなかったんだ。親を切る。あの手応えだけは、一度味わえば十分だからな。タイマシでも、ゴーマでも。ああ。多分、だけどな。先駆けは武士の誉れだ。